20メートル型、駒風。同型は、海保市場サイトの建造数を誇る。30メートル型、我が月。領海警備用の高速巡視艇である。35メートル型、青滝。高い消防能力を備える。巡視艇は、海上保安庁が運用する船舶のうち、基地周辺海域で警備、救難などの任務に従事する小型のもの。 当初は、校内定と称されていたが、1957年に、現在の名称に変更された。創設当初の海上保安庁は、極東委員会の意向を受けて、巡視船の性能と保有量について厳しい制限が課せられていた。しかし校内定であれば、その制限を受けないことから、名称は校内定としつつも、 校内に限らず、宴会海域での紹介を担わせることで巡視船の不足を補うことが構想された。まず昭和24年度より、基地周辺の制限宴会海域での紹介を担う15メートル型 CL の建造が開始された。続いて昭和25年度からは、一回り大きく局地紹介の根幹をなすものとして、23メートル型 PC の建造が開始された。 このうち15メートル型 CL については、船室や偽装を変更しつつも、基本設計はそよ風型と同一のままで、昭和50年度計画まで39隻が建造された。しかし1970年代に入るとさすがに、設計改定も限界に達し、また新しい規則類や民間船の高速化への対応も兼ねて、昭和52年度計画以降の建造分は、 新設計の山百合型に移行し、非公式に18メートル型と称された。また、平成3年度計画以降の建造分はさらに、大型の鈴風型に移行し、交渉線形も20メートル型となった。また PC については、通常の23メートル型のほか、昭和48年度の秋月型を端緒として、航路紹介用の特十三メートル型が、また、 昭和52年度からは村雲型を端緒として、領海警備用の30メートル型度が分化して、整備されることになった。そして、特23メートル型の運用実績を踏まえて、平成4年度計画では、航路紹介用としてさらに大型の35メートル型で、ある早、や、波型の建造が開始された。ありがとうございます。